次の一手につなげなければ。 撃ち取りました。 砦の守備は任せたよ。 敵も無防備ではないだろうから十分に気をつけてください。敵将、撃ち取りました。 撃ち取りました。 敵将撃ち取りました。
次は光月城だね。輝元、お前はここを守っていてくれ。敗北条件変更。開門。耐えているようだな。南砦いただき。ここまでは俺たちの作戦通りだね。あれは官兵衛と半兵衛。光月城を救うために戻ってきたのですか。これより毛利軍を逆包囲する。世を乱す最大の火種を消し潰すのだ。策を立てているのは官兵衛。敵援軍を退けるには彼を倒さなくては。勝利条件変更。騒ぐなバカ。はい、わかりました。軍師殿の策が敵に筒抜けだ。本部にも動いてもらうな。ここで策を畳みかけるってはずだったな。あれ、そろそろこれはいかも。ごめん、Toshiieさん、すぐに出られる？ああ、んじゃ、行くぜ。何かのようですね。半兵衛ならばもっと効果的に策を受けたはずです。随分半兵衛を買っているんだね。だが彼こそが敵の弱点かもしれないよ。秀吉のため遠路はるばる駆けつけたんだ。そう簡単にやられてたまるか。ろここぞ。やれやれ、あの砦を落とされていたら完全に劣勢に立たされていたところだ。包囲は不完全なままか。半兵衛、まさか。急ぎ五詰めの兵を出せ。半兵衛の加勢に向かわせるのだ。何が乱れている。かくなる上は打って出るよりあるまい。開門。
ズキ城が壊滅しただろう。わずかな乱れに動揺するとは愚か。このままでは我らまで窮地に陥る。アマゴの救援は諦めるべきだ。兵は秀吉様のもとへ急ぎ本隊を交代させる。我らも兵をまとめ次第後を追う。ごめん官兵衛殿、しんがりは俺がやるから秀吉様を頼んでいい？その体でしんがりが務まるとは思えぬな。後の始末は私がやる。ケイは先に戻れ。敵は完全に浮き足だったね。ここで弱点をつけば勝機をつかめそうだ。はい。しかし半兵衛どうしたんでしょうか。これぞ本領開門。本領